皆さんこんにちは、リクチャンネルです。今回はたくさんリクエストがあったので私の全スライム紹介をしたいと思います。もう手作りから買ったものまで全部紹介しちゃいます。では早速紹介します。もう私初めてスライム全部出してみたんですけど、もう結構ありました。もうこんくらいかなって思ってもっと探してみたら、どん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 出てきました。じゃあもう早速紹介します。じゃあカメラはこんなにやります。じゃあまずはこのでっかい箱から紹介します。結構あるな。まずはこれです。ディズニーのスライム36個セット1000円でアマゾンで買いました。前に紹介しました。今から全部紹介するものはあのリンクとかがあったらリンクを貼るのでぜひ見てみてください。これアマゾンのリンク貼っときます。でもうディズニーのキャラクターがいっぱいいて超可愛いスライムです。ミニサイズで色は全部で6種類です。こんな感じです。綺麗な色だよね全部で。リトルグリムはやっぱり緑だね。固めのスライムでなんかすごい気持ちいいです。弾力があって音いいかな。でこれがリトルグリーメンで、こっちが青ドナルドだ、超音いい。でオレンジがチップとデール、これ超固まっちゃった。で またチップとデール赤で、これはチシャネコピンク、ピンク大好き、綺麗な色で。で最後がサリーが黄色、プーさんも黄色だね。こんな感じの6種類の色があります。全部本当に可愛くて気持ちいいです。じゃあ次はこれ、じゃーん。これは初めてスライム紹介した時のやつだね。スライム24個セットのスライムです。で全部混ぜたやつだからこれ黒になってる。じゃん、こんな感じです。すごい柔らかいトロトロのスライムで気持ちいいです。色が全部で6色あります。じゃあ緑も出します。じゃん、おお緑超綺麗、もうトロトロ本当に気持ちいいです。これもこんな感じです。緑で、あと黄色とか紫、赤、青、6種類の色です。じゃあ次はマカロンスライムです。これはバングットさんのもので6種類あります。これはね空っぽです。うわ何これ、スライムが固まったやつだ。これねすごい甘い香りがするんですよ、超柔らかくて。なんだろう、さっきのディズニーとね似たような触り心地です。こんな感じです、超気持ちいい。ピンクで黄色で、わおで空気入ってる、緑で青で最後が紫です。で次はまたバングットさんでクマのスライムです。クマとか動物だね、4種類ブッダとか。じゃあ開けます。おっ、わこれもう硬くなっちゃってる。こんな感じで、あもう硬いね、うん、もうカチカチになっちゃいました。でもね、あの最初の頃超柔らかかったです。で、オレンジ、青、で最後はピンク。もう固まってる。で、バングットのスライムはこれで以上です。次はこれ、じゃん。前に作ったパレットスライムです。これ音フェチで使いました。じゃん。これが普通のボンドスライムで、ボンドスライムにアリエルを入れて、でこれも同じで、ボンドスライムとかまあいろいろあります。あ、これ音フェチの動画とかの見てみてください。でこれは音フェチの時入ってなかったけど、ボンドスライムでこれ超気に入ってる。これは次はじゃん、トイレのスライムです。これ最近触ってないな、赤と青があって、うわ超カチカチ、これ UFO キャッチで撮ったやつで、見て超カチカチになっちゃいました、ほら、わお、あこれもやば、カチカチです。残念。あ、自分でスライム作ってこの中に入れるっていうのもいいね。で次はガチャガチャでやった金魚の水槽スライムかな、こんな感じ、すごい水みたいで超綺麗です。もう魚はどっか行っちゃいました。でもどっかにあるはずなんだよね。こんな感じです。で次はこれ、電球スライムです。これは100均のこの電球に中に100均のスライムを入れただけです。こんな感じ、ピンクのスライム、すごいトロトロで気持ちいいです。これ入れるの大変だからちょっとしか出せない。これも飾るのに結構いいかな。次はこれ、フライングタイガーで買ったスライムです。これなんか不思議な触り心地で大好き、青とピンクが混ざってる。これは本当に気に入ってます。メタリックな感じが好き。
で次はこれ海外スライムです。これは海外のおもちゃで作ったスライム、スライムファクトリーのおもちゃです。じゃピンク、これも動画出してあるのでぜひ見てみてください。すごいで匂いがどら焼きの匂いがする。これ水だけでできるスライムです。ピンクと緑、そしてオレンジです。次はマザーガーデンのスライムです。とオレンジ、ブルーベリー、リンゴ。あ、柔らかい、超気持ちいい。これよいしょ、これがリンゴで匂いもちょっといい香りするの。ブルーベリーで、オレンジ。次はこれジューススライム、全部で5種類です。いちごとぶどうとパイナップルとメロンとオレンジです。じゃあいちご開けよう。これ100均で買ったやつです。100円ショップでこんなにね量も結構あるし気持ちいいので本当におすすめ。固めのスライムで気持ちいいです。でオレンジ、パイナップル、メロン、そして最後はブドウ。ブドウ色超綺麗の。なんか次は卵です。これはアマゾンでコンプリートセットを買った、結構前に紹介したね。ガチャガチャにもあるみたいだけど、これはトロトロ系のスライム、本当にこれも気持ちいいです。こっちが白い卵のスライム、こっち透明のスライムです。でこっちもどっちかに白と透明が入ってて、これもね。でこっちが固めのスライム、スクランブルエッグ、固くなっちゃいました。はい、卵のスライムでした。次はこれ、じゃーん、いちご牛乳スライムとニコニコ牛乳スライムです。なんかこれ腐ってるっぽいけど試しに開けてみます。どうなってるかな。あ、普通だ。あ、大丈夫だ、よかったよかった。なんか色がちょっと透明に近い感じになっちゃった。匂い臭い、超臭い。でも触り心地は普通だけど匂いがやばいで。次はこれ、オレンジジュースのスライムとポカリのスライムです。あ、パンダ、パンダのスライムだ。でこれの多分ミニバージョンみたいなやつです。ガチャガチャで100円でゲットしました。サイズこんくらい、でも同じ値段だよ、100円100円。これオレンジ気に入ってます。超柔らかくて気持ちいいです。伸びる伸びる。よいしょ。で次がこれ透明なパンダスウェット。え、これ超綺麗。でもね、なんだろう、ちぎれるタイプのスライム。ほら、ちぎれちゃう。よし、じゃあ次はこれ、色が変わるシリコン粘土です。1個だけ開けよう。超硬いです。でも色が変わる粘土なのでいいと思います。動画ぜひ見てみてください。うん、コンプリートできたやつです。で紫、赤、オレンジ、青と緑。で次はガチャガチャのマカロンスライムです。じゃーん、わ、硬っ、超硬い。青とオレンジだ。え、中オレンジ、超硬いです。こんな感じです。これはもう腐ってきてます。次は100均の光るスライムです。これ暗いところで光る。うわ、何これ。よし、まずこれ、もちもちジェル。これはセリアのスライムです。これも本当に大好きで、もっちもちで、ほら、もう超もちもち、真っ白で超気持ちいい。これ大好き。こんな感じです。もう本当にびっくりするくらいもちもち、お餅みたい。で次はこれ、モッシュで買ったスライムです。すごい気持ちいいです。よし、次はちっちゃいミニオンスライム。これはモッシュのコラボの時にファンの方からもらいました。すごいトロトロで気持ちいいスライムです。じゃあ次からはもう手作りスライムです。まずはこれ、ボンドスライムです。柔らかい、これね今結構気に入ってるスライムです。こんな感じ、音がいいです。これも最近毎日触ってる。これで次はこれ、これは透明スライムです。まあ半透明。作り方教えてほしいスライムとかあったらコメントで書いてください。次もうパンパンのつぶつぶスライム、うわー、うお、出てきた。こんななっちゃいました。もう匂いがなんかと、なんか変な匂いする。こんな感じのスライムです。これ音フェチで使いました。アリエルスライムにつぶつぶを入れたやつ、発泡スチロール、超パンパンなの。次はこれ、これはアリエルスライムかな。なんだろう、超気持ちいいけど匂いがやばいっていうやつがある。でも超音が良くて気持ちいいです。次はこれ、ボディーソープスライムかな。超綺麗な色してます。
どうやって作ったんだろう。もう作り方忘れちゃうのってやだ。成功して作り方忘れちゃうとか。でも多分ボディーソープスライムだと思うけど、こんな感じです。で次がまたボンドスライム。最初の頃はねマスキングテープに名前書いてた時も、今はめんどくさくてやってません。これは固めのボンドスライムかな。すごい硬いボンドスライムです。で次がプリンスライムです。カップもねプリンで、1年くらい前に作ったやつだもんこれ。はい、じゃあ次はこれ。ただ色をつけた洗濯のりに放射を入れたやつです。すごいプルプルで気持ちいいですこれも。で次は粘土スライム。これね手に色がつくから出せないんですけど、粘土を入れたやつです、スライムに。次はこれ。これは普通に袋に入れてるんですけど、1個だけ開けます。ビーズを入れたスライムです。これ超気持ちいいの、音いいよ、やばい、ずっと触りたいこれ。こんな感じでビーズを入れたやつです。超気持ちいいこれ、久しぶりに触ったけど。次はこれ、海外のスライムファクトリーと一緒に作ったスライムです。あ、これはつぶつぶ入れたやつで、こっちも青いのにつぶつぶ入れたやつ、ラメも入れた。でこっちは星です。星気に入ってる、宇宙って感じがして。よし、こんな感じで。次はスパンコールスライム。これ本当に音が良くて気持ちいいです。で次がビーズスライム。これはなんかよくわかんないけど、何のスライムに入れたんだ。多分ボディーソープスライムに入れたな。めっちゃいい香りする。よし、じゃあ次はこれ、ボンドスライムピンクです。これすごいね気持ちいい、なんか今までにない触り心地。ワンダスライムピンクと、で次はふわふわスライムです。もう全然ふわふわじゃなくなっちゃいました、硬くなっちゃって、はい、で次はボタンスライム。これもカッチカチになっちゃった、超柔らかくて気持ちよかったけどカチカチです。でこれが粘土スライムかな、白い、お、これも気持ちいい。でこれがまた透明スライム。これ超柔らかくて大好きです。あーやばい、もうやばい、手にくっつく、柔らかくて気持ちいいです。で次がでっかい袋入ったスライム。もうこれはなんどうやって作ったか分かんないけど、すごい硬くなっちゃってます、粘土を入れたやつだ。で次がこれ、これはなんだろう、粘土入れたやつかな。うわ気持ち悪い、これちょっと重い、弾力があってこれも気持ちいい。次はファンレターで視聴者さんからもらったものです。もうこれも結構気に入ってて、どうやって作ったんだってなった。これ何スライムだろう、本当にすごいね、音も良くて気持ちいいです。こんな感じです。で次最後かな。で次で最後、あまだ最後じゃなかった。これもね最近毎日のようにもう触ってる、毎日触ってるね。シェービングフォームとかなんかいろいろ混ぜたやつだ。見てもこれ音ヘチで使っちゃいます。次で、次で最後です。じゃーん、青いスライムとスパンコールスライムで、青いスライム超ねドロドロになってるから開けません、絶対もうこれスライムじゃないもん、気持ち悪い。見てボンドとなんか洗濯のりでなんだろう、分かれちゃってるよね、混ざってたの。じゃあこれ開けよう、これスパンコールスライム。うわこれも買った、これも硬くなっちゃいました。これで私のスライムは全部以上です。じゃーん、こんなにいっぱいあります。前のこの動画で大きい巨大スライムを作ったんですけど、そのスライムすっごい綺麗で気持ちよかったんですけど、2週間くらい経った後かな、もうなんかドロドロになって、もう捨てちゃいますと、もったいないけど、まあでもまたもっといいスライム作りたいと思います。あと他に作り方を教えてほしいスライムとかがあったら、ぜひコメントで書いてください。あとあのスライムの音フェチとかやってほしいものがあったらコメントで書いてください。どのスライムでやってほしいとか書いてください。今回は私の持ってる全スライム紹介をしました。ちょっと大変だったけど、もう全部のスライム触れてよかったです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。
最後まで見てくれてありがとうございます。そして前の動画もここにあるのでぜひ見てください。でチャンネル登録はあ、ここチャンネル登録もよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram もフォローよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバイ。